新年明けましておめでとうございます。はい、おかずに並んでください。うむ、相変わらずうちの神社は人気だな。引き手代々に感謝を。今年も人がいっぱいだね。ちゃんと引き神社がしっかりしててよかったわ。当然よ、なんてったってお父さんとお母さんと私がやってるのよ。日頃からの参拝客もたくさんいるし、引き神社は安泰よ。そうね、月下がいてくれたら私は安心ね。お母さん、体調は大丈夫なの？ごめんね、大事な時期に風邪ひいちゃって。なら、私はいつもの特等席。大きくなっても変わらないわね。母さんも今は風邪ひいてるけど、元気そうでよかった。すまない、ちょっと人手が足りない、誰か手伝ってくれ。私と大岡が行くわ。私も行くわ、三人なら大丈夫でしょう。みんなには本当悪いわね。いつも頑張ってるんだからゆっくり休みなよ。陛下さん、久しぶりにみんなが帰ってきて嬉しそうですね。うん、普段家にいるのは父さんと月下姉だけだからね。それにしても母さんって聞けないな。あなた、母親を口説いてるの？別に違うよ。ただ、全然変わらないし、見た目は月下姉と変わらないじゃん。女には秘密があるのよ。後にはまだわかんないだろうけどね。そうだそうだ、後に意味はわからない。不老不死。とまではいかないけど、間違いなく不老の加護は受けてますね。詳しい内容は第4章に期待ですね。それじゃあパトと大岡と節下はすぐに帰るの？うん、新年からいっぱい動画編集が溜まってるからね。ろ過の方は大丈夫なの？溜まりすぎて大変だけど何か。頑張れよ。でも私も雫やひな、凛ちゃんとも新年を過ごす約束してるから、すぐに月下姉に送ってもらう予定だよ。ふふ、みんなしっかり者で安心だわ。それじゃあ、お昼まで私たちで裏方の仕事頑張りましょう。お母さんはね、病人なんだから。ほら、パトニー、仕事だよ。そうだね、それじゃあ行こうか。メリアちゃんも久しぶりだね。はい、元気そうでよかった。今年もよろしくね。はい、またいつかゆっくり世間話でもしましょうね。みんな成長してるわね。レイカ、こんなところにいていいのか。お前は風邪なんだからゆっくり休め。わかってますよ、あなた。少しでも娘たちの顔が見たくてね。そうだな、昼からはパトたちも帰るらしいからな。だが無理はするなよ。はい、あなたも頑張ってね。あ、みんな、明けましておめでとう。ハッピーニューイヤー。おめでとうなんだぜ。今年もよろしくお願いしますね。よろしくね。あれ、また霊夢は神社に立てこもってんの？稼ぎ時だからな。それじゃあ僕たちは去年と同じようにお餅でも食べようよ。今年は私もお餅が欲しいです。大丈夫、現世でたくさん買ってきたから。それじゃあみんなはお餅の準備してて。任せなさい。はい、ということで、時間の都合で僕たち3人で新年の挨拶を行います。皆様、新年明けまして。おめでとうございます。パトパトチャンネルも始まってから早1年3ヶ月、去年に比べ、多くの方にご視聴していただき、大変嬉しく思います。今回は少ない時間ですが、日頃の感謝と、新年の目標を言いたいと思います。登録者1万7000人の皆様、そして動画をご視聴してくださっている皆様、本当にありがとうございます。去年は良くも悪くも、大きい変化があった年だと思っております。ちょうど1年前、パトパトチャンネルの登録者は100人ちょっとで、動画も50再生くらいでした。ですが、今では1万7000人と動画も1万を超えるようになり、本当に変わったなと思います。一番びっくりしたのが、知名度が知らないところで上がってたことだったんですけどね。最近では Twitter アカウントを作って、パトパトチャンネルを検索したら、違う人のところにパトパトチャンネルの質問が行ってると知って、申し訳ない気持ちになったのは記憶に新しいです。僕も視聴者さんとのコミュニケーションが以前に比べ、取れなくなってるのも事実なので、去年の反省として、今年はできる限り、視聴者さんとのコミュニケーションを取っていきたいと考えております。あとは、動画投稿ペースが遅かったりと、反省するところは多くあるので、できる限り新年は改善できるように頑張ります。そして、人気投票もこの動画で締め切りとなります。集計完了、とコミュニティで発表されるまでにたくさんの投票をお願いします。前回の動画までの中間発表は Twitter に投稿しておきますので、気になる方は確認していってくださいね。そして今年のパトパトチャンネルの目標は、登録者10万人。
無謀だと思うけど、だけど、低い目標で僕は満足したくないので、この目標を目指して、精一杯頑張っていきます。それでは、新年の挨拶を終えたところで、動画を終わりたいと思います。2019年もパトパトチャンネルをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。私の神社。お化け屋敷になってるじゃない？いいわ、私の力でもう一度、神社を取り戻してみせる。うおーおーおご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。